です。バイダンです。上のバイダンチャンネルでーす。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さあ、コメント返しなんですけども、はい、あのまあ特定のコメントというよりかは最近そのなんか片っ端から多分動画見直して、はい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 、その全動画にコメントをくれてる人がいるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。いやで。はい、その僕はこのコメント返しのためにね、コメント全部バーって見るんですよ、うん、はい、でその人のコメントばっかりなのよ。もう遡っていくとね、そうそう、うん、その、 あのいわゆる YouTube 上で見る場合は動画開いて動画に来てるコメントで見ると、うん、でもこっちにあるその YouTube スタジオっていうね、うん、ところだとその直近で来たコメント何件かバーっと出るんですよ、うん、来たどの動画とか関係なくね、来た順番に出るんですよ、うん、バーって。なんでその上の方の100、200がその人のコメントなのよ全部ね。でもう非常に見にくいと、俺はね、ありがたいんだけど、はい、見にくいと、うん、めちゃくちゃ見にくい。さかのぼってもさかのぼっても、うん、なこの人ばっかりだな。でコメント見ました、その人の。もう見てやろうちゃんと。あ、もう流さずに、うん、はい、俺の大ファンだったの許します。珍しい。許します。珍しいね、バイダンファンがそれするの。おかしいと思ったのよ。なんか俺が一人で飯食ってる動画とかにコメントしてんのよ、うん、おかしいと思ったね。これにそんな最近当時はコメント来てたかもしれないけど、ここ最近コメントするとおかしい、なんだと思ったら、どうやらバイダンの熱心なファン。そういうことでしたか。ありがとうございます。このチャンネルでね、そういう熱心なファンがつくの嬉しいです、ね、珍しいです、ね、珍しいです。大事にしていきましょう。はい、もちろんです。さあ、ということで本日の企画は、本日の企画は、お前一発殴ったらすぐ泣くからな。もうさ、いいよ、なんか別にさ、バックグラウンドストーリーだけでいいよこのチャンネル、無理してさ、なんかやめてくれよ、揉めるのか、なんだ。丸山です。いや、だろうよ、それ別に喧嘩弱そうランキングですね、いわゆる。あ、そうしてくださいよ、はい、お前殴ったら一発で泣くからなじゃないんだよ。そこは僕です。うん、そう、お前やんねどういうことですか、弱そう。喧嘩弱そうなランキング、うん、まあ実際にね、ディズニーキャラクターはもうみんな勇気があって、うん、何かに立ち向かう。そうですよ、そのような、力を持った、うん、心の強いキャラクターばかりですが、はい、実際に、喧嘩したらもう一発で泣くようなキャラクターたちをランキングでご紹介しようと。いるか、そんなやつ。みんなが主人公みたいなもんですよ、ディズニーって、はい。というわけで早速行ってみましょう、はい、というわけで喧嘩弱さランキング第5位がピーターパンに登場するジョンです。ジョン、ああ、あの男の子、男の子か、はい、ああ、はい、そうですね。そう、違う、なんかさ、こういうのってさ、その、待って、もうちょっと例えとかじゃないの、その本当に泣くやつじゃん、その、なんていうの、はい、全然泣かせれますからね、あんなもん一発殴ったら。そういうことじゃなくない、なんか違うけど、バズ・ライトイヤーとか出して、なんでな、こういう一面があるから、あー、なるほど、とっかったと思ったんです。はい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 、ダメじゃん、子供吊るし上げてなるほどなるほど、わかりましたわかりました。でしょ、じゃあ4位聞いてください。ごめんなさい、5位はさすがに入ってきちゃいました。ジョンが、はい、もういいや、その泣いちゃうんで、もうやめて、頼むわ、はい、会議誰か大人入れてくれ、もう一人4位聞いてくれたら大丈夫だと思います。というわけで第4位が、うん、アラジンに登場するサルタンです。あの、もう胸ぐら掴んだらもう泣きますからね、あんなやつは。親父狩りじゃん、もう違うだから、違うんだって、たまにあるよな、お前ら違うんだってってやつ。例えば、はい、なんかジャファーとか出して、はい、ああいうなんか催眠術とか、はい、その最終的に魔人の力得たけど、はい、喧嘩した時に、はいはいはい、やっぱ線細いから弱いだろうじゃん、はい、じゃその弱いやつ連れてきて、はい、ボッコボコにして、はい、おらら泣いたじゃんじゃないじゃん。あんなの胸ぐら掴んでるけど、胸ぐら掴むな、王様のチビデブ王様の胸ぐら掴むなよ、泣きまめきますからね、やめろよお前ジャスミン笑うかもなそんな親見て引きずり回されてたら笑うかもね。あんなダボダボの服を着たデブはもう一撃でした。仕方ないんだよ、親がでかかったの多分サルタンの親がもうやめてくれ、そういうのじゃないから。次からです。はい、ごめんなさい、おふざけがすごめんなさい、おふざけが続きました、はい、というわけで、はい、喧嘩弱いランキング第3位がリル&スティッチに登場する、お姉ちゃんの彼氏デイビッドですあの
もんもう前蹴り一撃ですからね、あんなもん。はい、撤収、今日撤収です、はい、なんかライトもごついの届いてるみたいだけど、はい、撤収です。え、ダメダメダメ、あんなもん前蹴り一撃ですよ。いいじゃん、あんなやついいじゃん、ほっとけば別にいいじゃん。サーファーだかなんだか知らねえけどさ、いいだろ、そチャラチャラしたやつだっけあいつって。サーファーだかダンサーだか知らねえけど、だからあれだろ、モンスターとかストロー差し飲むタイプ。そう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 、いやそう、そんなやつは全員弱いんだよ、ケンカ実際な。前蹴り、前蹴りすんなよお前、サッカーボールキックつまんですから。お前さ、お前さ、ディズニーキャラクターに前蹴り入れるなよ、ドテッパラに。こうやっぱ拳だから、やっぱ戦うとしたら誰がこう行くんだよお前、ガチ切れの時ダメだよお前。机蹴る時だけだよあれやっていいの。人にすんなよそんなこと。デイビッドは泣きますから。泣かないよ、泣かないと。もう分かんないけど、23か24歳で、ね、確か年齢出てるんですけど、いや、いい年齢だよ、23とかですけど、僕の2個下だったかな、容赦なく蹴り倒します。なんでなの、お前に何したん今までの3人。なんでお前となの、喧嘩になったらね。なんでお前と喧嘩なの、そのもっとあるじゃん、架空の誰か立てりゃいいじゃん、喧嘩相手。なんでお前となんだよ。いや、その僕でもなくしっていう。そうですか、目的が分かんねえよこのランキングの。さあ、そんなわけで、第2位でございます。はい、はい、第2位がですね、トイストーリーに登場するアルです。アル、はい、おもちゃ屋さんのね。あんなもんもうビンタです。お前なんでちょっと小太り入れるんだよ。お前なんで偶数に、偶数位に小太り入れるんだよお前。ビンタで一撃ですよね、あんなものは。お前こうで泣くわ、はい、このバチンしなくていい、はい、こうで泣く。あんなやつ。ちなみに同率もいます。2位の僕もさすがに小太り入れすぎだっていうのも、いや頼むわ、分かってますので、リメンバーミーに登場するヘクターです。ヘクターどうやったっけ、あの実際のお父さんね。実際だから、あんなもんギターこうしただけで泣きますから。ギター叩き取り上げて、取り上げて喧嘩してやれよ。なんでヘクターだけ喧嘩じゃないんだよ、ギター貸せよバーンじゃないよ。取り上げられた段階でもう半泣きですから。やめてよ。でこれあーもうじゃないよ。喧嘩はしてやれよ。泣かすの簡単です。なんで拳交えてやらないんだよ。やめ、なんなんこのランク。ここまで来たらもう直接手を下さなくても泣かせれますからね。1位怖えよ、はい、1位何があんだよこれ。お待たせしました。待ってねえよ別に。すいません、チキンパオ3つ。あ、1位行く先、はい、先に1位行ってみましょう、はい、というわけで喧嘩弱そうランキング第1位がクリストフです。あんなもん LINE で陰口言うだけで泣きますからね。クリストフは俺むっちゃ強い可能性あると思う。お前マジでまず間違ったかも。気をつけろよお前、クリストフなんてタイプむっちゃ怖いからな。お前調子乗っちゃった俺。その何、優しいからアダにあんな冷たくな、なんなんなのあんた、もう逃げ切らないなみたいな感じで、なんかうまくいかねえやとか言ってるけど、ね、元ヤンタイプとかやってる。そう、あれよ、あの佐々木健介さんとかと一緒よ。あの見た目はごつい優しいやつだけど、切れたらむっちゃ怖いから。ここまでデイビッドとかに喧嘩つけたから。いやそうだよお前、連戦連勝だったから。あんなだから普通に殴ったらいてやめてよぐらいだけど、うぇーい、うぇー、クリストフ、うぇー、クリストフ、うぇー、これあっち投げてる、おめえの、あおい、うわーだよ。アナとかの悪口言ってみ、もう一発だよ。ここにされちゃうかもしれない。クリストフはだから、その実は強い。正常時のクリストフは弱いですけど、やっぱバーサーカーモードは強い。クリストフはアナの悪口言われた時、言われた時だけど、クリストフはちなみにあの番外編もありました。番外編ってことは弱くない方。これがですね、実際の僕の中でのあの評議入り、ん、議論の余地あり、あ、弱そうだけど、はい、これがですね、カーズのライトニングマックイーン。あー、マックイーンか。マックイーン冒頭のレース覚えてます？うん、あの前をこう塞がれちゃって、うん、もうやめてよみたいな感じになって、マックイーンはすぐ心折れる節はあるんですよ。マックイーンはな、なんかそうだな、やっぱスピードタイプだからな、その精神攻撃とか、うん、強めの一撃加えちゃえば、うん、泣かせれる。だからマックイーンがクリストフの子来んのよ、うん、って言ってそうで、早いからさ、うん、クリストフの周りにこうやってぐる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 ってなってさ、なんだよって、やめてよマックイーン君、暴走族じゃねえって言うの、おいおいおいとか言って、
で、お前な、お前な、嫁もブスだしなとか言うのよ。で、クリストフをドーンってここのあの屋根のとこベコーンって終わる。ボンネットが壊されて、ルフィ対ベラミーの時と一緒。パンツの打ち方知ってんのかルーキーってダコーンってここのベラミーで一緒です。あ、クリストフのワンパン逆でしたね。クリストフがだから県外ですよ、県外で、まあ、今下手したら1位。ヘナチョコですから。いやって感じ。そんなわけで、はい、まあ、あの喧嘩弱そうなやつが作るランキングだと思って。そうです。弱いやつらが超えてると思ってる、はいはい、もう僕はあのーはいはい、手を出すタイプの喧嘩に一回も勝ったことないんで。大泣きするタイプなんで僕。そうだね、お前が1位だからな本来な。全然泣きます。全然泣くし先生に言うし、はいはい、それぐらいの、それぐらい の, あのファンの皆さんはすみませんでした、はい、ということで今回は、ワンパンで泣かせれるランキングでした。また明日の動画でお会いしましょう。また明日。丸山、そういう企画がないときはないっていう勇気な。丸山も喧嘩弱いから。丸山さんも弱そうだよな。弱そう、なんか、だから喧嘩弱いやつらが集まって撮ってる YouTube だから変なんなるわこんな。丸山さんはむっちゃ悪口言うし。だからボロ負けして裏で悪口言うからな。丸山さんは本当気をつけてください。本当に、はい、最高。